天空の城ラピュタ。食い止めろ。君は床に伏せていたまえ。催眠ガスだ。くわっ。何をグズグズしてるんだ。さっさとケアブランカ。くそ、どこ行った？いた！ママ、いた！隠れてた！早く捕まえるんだよ！ママ、落ちる！うわあ！あれだ！あの石だ！早く隣の部屋へ！飛行石だよ！肉団子二つ入れて。珍しく残業会。うん。今日は久しぶりに忙しいんだ。まだ仕事？うん。なんだろう。人だ！何してやがる。飯はどうした。お親方、空から女の子が。くそ、あち、親方、空から女の子。くそ、ボロエンジンめ。あ、親方、女の子が。うん、2番のバルブを閉めろ。あちち、バズー、レンチを起こせ。はい。手が離せねえ。お前やれ。下の連中を待たすんじゃねえ。はい。落ち着いてやりゃできる。はい。ブレーキ。ああ、どうかね。ダメでさ、銀どころか鈴さえね。掘るだけ無駄か。東の方へ掘った方がいいんじゃねえかな。あっちは昔の穴だらけだよ。やり直すしかねえですね。はぁ、あ、上がってくれ。ああ、それ！ボイラーの火を落とせ。残業はなしだ。この不景気じゃ冷やがっちまう。バズー、そのおんぼろに油さしとけよ。はい！ダメだ、ママ。真っ暗で何もわからないよ。ちゃんと探したんだろうね。しょうがない。明るくなってから出直しだ。はぁ、ま、一人暮らしをしてるんだ。拭き終わったらあげる決まりなんだ。安心した。どうやら人間みたいだ。さっきまでひょっとすると天使じゃないかって心配してたんだ。ありがとう、助けてくれて。私シータっていうの。シータ、いい名前だね。驚いちゃった。空から降りてくるんだもん。そうだわ。私
どうして助かったのかしら。飛行船から落ちたの。覚えてないの？うん。ねえ、それちょっと見せてくれる？これ？うん。私の家に古くから伝わるものなの。綺麗な石だね。ちょっと。見て！パズル！やっぱりこのせいじゃなかったみたいだ。うわぁ！パズル！パズル、しっかり。大丈夫？うん、シータは？平気。ごめん、痛かった？うん、僕の頭は親方の原骨より硬いんだ。あ、そうだ、ポットかけっぱなしだった。お腹減ってるだろ、ご飯にしよう。あそこで顔洗えるよ。タオルもあるから。ありがとう。ラピュタ、シータ、シータ、まだ？それ父さんが飛行船から撮った写真なんだ。ラピュタっていう空に浮いている島だよ。空に浮いている島？うん、伝説って言われてたけど、僕の父さんを見たんだ。その時撮った写真なんだよ。ガリバー旅行記でスイートがラピュタのこと書いてるけど、あれはただの空想なんだ。これは父さんが描いた想像図。今はもう誰も住んでない宮殿にたくさんの財宝が眠ってるんだって。でも誰も信じなかった。父さんは詐欺師扱いされて死んじゃったけど、僕の父さんは嘘つきじゃないよ。今本物を作ってるんだ。きっと僕がラピュタを見つけてみせる。はあ、オートモビルだ。珍しいな。あの人たち海賊よ。え？飛行船を襲った人たちだわ。シータを狙ってるの？さあ。早くこっち。おはよう！よう、待ちな。あ、何？急いでたから早く。女の子がこの辺に来なかったかい。昨日来たかな？親方んとこのチビのマッチが。ん、こんな、1万円！バイ！やっぱりシータを狙ってるんだ。ルイ！女の子の服だ。なあ、化けてたんか。お前ら、ママに知らせろ。あいよ。見かけねえな。かわいい子でね、黒い髪のお下げをしてるんだ。親方！親方！ちょうどあのぐらいの年頃でさ。あ、あ、兄貴！そいつだ！うわぁ！あいつら海賊だ。この子を狙ってるんだ。海賊？見る！うわ！それ以上寄るんじゃねえ。渡してもらおう。海賊か、ドーラ一家が。帰んな。ここには貧乏人しかいねえ。あ、おかみさん！この隙に裏からお逃げ。僕も戦う。相手は武器を持ってんだよ。でも！いい子じゃないか。守っておやり。どうしてもどかねえか。男なら原骨で通れ。へっ、面白え。兄ちゃんやっちゃえ。けっ、ふっ、やれダッフィー、見せてやれ。ふっ、おぉ、すんげえ。誰がそのシャツを縫うんだい？へっ、ほい、へっへっへ、はっはっは、うわっ、へっ、はっはっは、兄貴、兄貴負けるな。くわ、うわっ、だ、うわっ、つっちゃ、うわっ、へっ、うわっ、いけ、いけ、おい、うわっ、そーら、言っと、おったい。
私を騙せると思うのかい。追うんだ。はい。おーい、乗って。いいぞ。バズ、仕事サボってデートか。悪感に追われてるんだ。ああ、どうら一家だよ。海賊かよ。い、隣町まで乗せて警察に行く。わかった、蒲田来てつで。うん。ん？ママ！このバカ息子ども、さっさとお乗り。だって、女の子はあそこに。裏口からとっくに逃げたよ。出しな！だ！兄貴！待ちやがれ！うわぁ！パーズー、気負ったぞ。おじさん、もっとスピード出ない？だいぶ年寄りじゃからな。変わりな！うわっと、うわ、ママ、落ちる。蒸気を上げろ、追いつかれるぞ。そら、行け！シータ、こっち。え、蒲田き頼む。はい。負けるな。うわ、押せ、押しまくれ。そーら、ふっ、ああ、待てー、逃がしゃしないよ。ぐずぐずしないでこいつを谷底へ捨てるんだ。へえ。へへへへへ、それ突っ走れ。僕がやる。うんうん、やらして。よーいしょ、よーいしょ、よー、お待ち。やつらだ。ママ、どうしよう。このまま引き下がれるかい。すぐ出発だ。ああ、いや、これおったまげた。軍隊のお出ましだ。おーい、この子たちを保護してやってくれ。海賊どもに追われとるんだ。シータ、さよなら。あ、うわ、待てドア、シータ、止まれ、止まらんと撃つぞ。よいしょ、ドア。走行列車だ。構うもんか、突っ込め。シータ、一体どうしたんだ。来ちゃダメ。うおー、だ。静かに。よーく見てな。浮いてる。みんな、飛行石の力だよ。やっぱり、その石の力なんだ。すごいや。大丈夫、このままそこまで行こう。すごい、欲しい。撃てー。うわー、だ、素晴らしい。必ず手に入れてやる。あ、消えてく。あ、待ってくれ。シータが降りてきた時もそうだったよ。入り口があんなに小さいや。ひどい目に遭ってないかしら、親方さんや機関士さんたち。大丈夫、鉱山の男はそんなに弱じゃないよ。さあ行こう、出口を探さなきゃ。この辺りは大昔から鉱山があったんで穴だらけなんだ。はい、嬉しい。お腹ペコペコだったの。あとリンゴが一つに飴玉が二つ。ああ、パズーのカバンって魔法のカバンみたいね。何でも出てくるもの。あ、にぃ。今度は、ずーっと北の山奥だね。ええ、私、父も母も死んじゃったけど、家と畑は残してくれたので、なんとか一人でやっていたの。
その黒メガネたちにさらわれてきたの？ええ。さっきの男もその一人。何者だろう、軍隊と一緒にいるなんて。ドーラも黒メガネもその石を狙っているんだね。でもこの石に不思議な力があるなんて私ちっとも知らなかった。ずっと昔から家に伝わってきたもので、母が死ぬ時私にくれたの。決して人に渡したり見せたりしちゃいけないって。ふん、僕ら二人とも親なしなんだね。ごめんね、私のせいでパズーをひどい目に遭わせて。ううん、君が空から降りてきた時ドキドキしたんだ。きっと素敵なことが始まったんだって。コーニーだ、コーニーがおる。ポムじいさん、大丈夫、とってもいい人だよ。ポムじいさん、道に迷っちゃったんだ。はて、パズーによく似たコーニーだ。おまけに女の子のコーニーまでおるわい。僕たち海賊に追われてるんだ。ほう。軍隊にも追われてるんだ。ほう。そりゃ合議だな。さあお上がり。ありがとう。おじいさんずっと地下で暮らしてるの？まさかな。夕べから石たちが妙に騒ぎおってな。こういう時に下におるのが好きじゃがな。岩がざわめくの？石たちの声は小さいのでな。この辺りの岩には飛行石が含まれているんだよ。飛行石？この通り、空気に触れるとすぐにただの石になってしまうがの。あ、光ってる。こりゃたまげた。あんたそりゃ飛行石の結晶じゃ。わしも見るのは初めてじゃ。通りで石が騒ぐわけだ。この石には不思議な力があるんです。その昔ラピュタ人だけが結晶にする技を持っていたと聞いたかな。ラピュタ人？そいででっかい島を空に浮かばしたとな。あ、ラピュタは本当にあったんだね。シータ、やっぱりあるんだよ。おじいさん、その島は今もあるんでしょうか？ポムじいさん、すまんがその石をしまってくれんか。わしには強すぎる。はい。どうしたの、じいさん？わしのじいさんが言ってたよ。岩たちが騒ぐのは山の上にラピュタが来とるからだとな。そうか。その時空に登ればラピュタを見つけられるんだ。シータ、父さんは嘘つきじゃなかったんだ。なあ、女の子さん。はい。その石には強い力がある。わしは石ばかり相手に暮らしてきたからようわかるんだが、力のある石は人を幸せにもするが、不幸を招くこともようあることなんじゃ。はい。ましてその石は人の手が作り出したもの。気になっての。そんなことないよ。その石はもう二度もシータを助けてくれたじゃないか。すごいぞ、ラピュタは本当にあるんだ。言っちゃったよ。船帰ろうよ、ママ。静かすぎる。こういう時は動かない方がいい。腹減ったな。大丈夫だ、行こう。おじいさん、ありがとう。気ぃつけてな。はぁ、はぁ、はぁ、うわぁ、すごい雲。あの雲の峰の向こうに、見たこともない島が浮いているんだ。
やるぞー、きっとラプターを見つけてやる。タズん、私まだ言ってないことがあるの。私の家に古い秘密の名前があって、この石を受け継ぐとき、その名前も私継いだの。私の継いだ名はルシータ、ルシータ・トゥエル・ウル・ラピュタ、ラピュタ。それじゃあ、あ、軍隊だ、橋へ着いた。地下へ逃げろ。動くな。何をする。収容しました。手こずらせたな。開けろ開けろ。シータ、軍隊整列。締め上げればすぐ口を割るわい。制服さんの悪い癖だ。ことを急ぐと元も子もなくしますよ、閣下。はじめから部隊が出動すれば道路ごときに出し抜かれずに済んだのだ。閣下が不用意に打たれた暗号を解読されたのです。これは私の機関の仕事です。閣下は兵隊を必要な時に動かしてくださればよい。無視か。わしがラピュタ探索の指揮官だぞ、忘れるな。もちろん私が政府の見つめを受けていることもお忘れなく。くそ、特務の青二歳が。よく眠れたかな。パズーはパズーに合わせて。流行りの服は嫌いですか。彼なら安心したまえ。あの石頭は私のより頑丈だよ。来たまえ、ぜひ見てもらいたいものがあるんだ。入りたまえ。これは凄まじい破壊力を持つロボットの兵隊だよ。こいつが空から降ってこなければ誰もラピュタを信じはしなかったろう。こいつは地上で作られたものではない。この体が金属なのか粘土なのか、それすら我々の科学力ではわからないんだ。ここを見てくれ。怯えることはない。こいつは初めから死んでいる。そこだ。同じ印が君の家の古い暖炉にあった。この石にもね。こいつは君の手にある時にしか働かない。石は持ち主を守り、いつの日か天空のラピュタへ帰る時の道しるべとして君に受け継がれたんだ。そんな、私何も知りません。石が欲しいならあげます。私たちをほっといて。君はラピュタを宝島か何かのように考えているのかね。ラピュタはかつて恐るべく科学力で天空にあり、全地上を支配した恐怖の帝国だったのだ。そんなものがまだ空中をさまよっているとしたら、平和にとってどれだけ危険なことか君にもわかるだろう。私に協力してほしい。飛行石にラピュタの位置を示させる呪文か何かを君は知っているはずだ。本当に知らないんです。パズーに合わせて。私は手荒なことはしたくないが、あの少年の運命は君が握っているんだよ。え？君が協力してくれるなら、あの少年を自由の身にしてやれるんだ。ルシーだ、トゥエル・ウル・ラピュタ。どうしてそれを。ウルはラピュタ語で王、トエルは誠、君はラピュタの正当な王位継承者、ルシータ王女だ。出ろ。シータ、パズ、怪我は？
大丈夫だ。君はひどいことされなかった？バズー君、君を誤解していた。許してくれたまえ。君がこの方を海賊から守るために奮戦してくれたとは知らなかったんだ。シータ、一体？バズー、お願いがあるの。ラピュタのこと忘れて。なんだって？ラピュタの調査はシータさんの協力で軍が極秘に行うことになったんだ。君の気持ちはわかるが、どうか手を引いてほしい。シータ、本当？だって。ごめんなさい、いろいろ迷惑かけて。ありがとう。パズーのこと忘れない。まさか、シータ、約束したじゃないか。さよなら、シータ。あ、待って、シータ。君も男なら聞き分けたまえ。シータ。これはわずかだが、心ばかりのお礼だ。取っておきたまえ。思い出したまえ、この石を働かせる言葉を。約束さえ果たせば君も自由になれる。バズママ、パズーだよ。パズーが帰ってきた。あ、パズー、心配してたんだよ。あれっきり姿が見えなくなっちゃって。あの子はどうしたんだい？もういいんだ。え、あ、パズー！話せ！何をする！騒ぐんじゃねえ。ちょっと借りてるよ、坊や。出てけ！ここは僕の家だぞ。偉そうな口を聞くんじゃないよ。娘っ子一人守れない小僧っ子だ。何？こいつ金貨なんか持ってら。やれやれ、娘を金で売ったのかい。違う、そんなことするもんか。その金で手を引けって言われたんだろうが。シータがそうしろって言ったんだ。だから。で、いじけてのこのこ帰ってきたわけかい。それでもお前男かい。イバルだ。お前たちだってシータを狙ってるじゃないか。当たり前さね。海賊が財宝を狙ってどこが悪い。おかしなのはあいつらだ。なぜこそこそ娘をさらったりするんだ。お前、あいつらがあの子を生かしておくと思うのかい？シータがそう言った？バーカ。お前を助けるために脅かされてやったに決まってるじゃないか。よくわかるね、ママ。伊達に女を50年やってるんじゃないよ。泣かせるじゃないか、男を助けるための釣れない仕草。私の若い頃にそっくりだよ。お前たちも嫁にするならああいう子にしな。はあ、ママのようになるの？あの子？ああ、もったいない。へへへ、暗号を変えたって無駄だよ。飛行戦艦を呼び寄せたな。娘を乗せて出発する気だ。急がないと手が出せなくなる。ういしょ。出かけるよ。いつまで食べてるんだい。あ、はい、ママ。シータをさらいに行くの？嫁はいらねえ、飛行石さ。石だけじゃダメだ。あの石はシータが持たないと働かないんだ。おばさん、僕を仲間に入れてくれないか。シータを助けたいんだ。甘ったれんじゃないよ。そういうことは自分の力でやるもんだ。そうさ、僕がバカじゃなくて、力があれば守ってあげられたんだ。ラピュタの宝なんかいらない。お願いだ。ほう、泣かせろ。お黙り。あ、はい。その方が娘が言うこと聞くかもしれないね。二度とここへは帰れなくなるよ。わかってる。覚悟の上だね。うん。40秒で支度しな。みんな元気で。こいつをベルトにつなぎな。お前たちは本船でお待ち。素晴らしい船だ。ムスカ、娘は白状したか。もう少し時間がいります。構わん。空中でたっぷり締め上げてやれ。夜明けとともに娘を乗せて出発だ。グズグズしてると夜が明けちまうよ。
シータ。それは困ったね。そうだ、シータ、いいこと教えてあげよ。困った時のおまじない。おまじない？そう、古い古い秘密の言葉。リーテ・ラトバリタ・ウルス・アリアロス・バル・ネトリール。リーテ？あ？我を助けよ。光をよみがえれという意味なの。リーテ・ラトバリタ・ウルス・アリアロス・バル・ネトリール。リーテ・ラトバリタ・ウルス・アリアロス・バル・ネトリール。素晴らしい。古文書にあった通りだ。この光こそ聖なる光だ。聖なる光？はあ。はあ。どんな呪文だ。教えろ、その言葉を。おい。はあ。あ、動いた。いや、ロボットだ。ロボットが生きてます。もしもし。ふわー、わ、おー。火を消す！ロボットだ！ロボットがここへ来る気か。急げ！うわ！うわ！ああ！全員退避！退避！すごい！そうか！はっ！その光だ。聖なる光でロボットの封印が解けたのだ。ラピュタへの道は開かれた。来い！あの光の指す方向にラピュタがあるのだ。まだか。早くしろ。爆薬を使う？バカ者。要塞を吹っ飛ばす気か。ん？もし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 ？おい、どうした？いいぞ。繋がりました。私はムスカ大佐だ。ロボットにより通信回路が破壊された。緊急事態につき、私が臨時に指揮を取る。ロボットは北の塔の少女を狙っている。姿を現した瞬間を仕留めろ。砲弾から信管を抜け、少女を傷つけるな。急げ！早くしろ！って、はぁ！やった！あ、急げ！あ、はい、ぺーちゃんこだ！すげぇ！娘を捕らえろ！死んだか？おい、起きろ！気を失ってるだけだ。立て！うわ！動いたぞ！うわ、あ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 、うわ、うわ、あ、どうしたんだい？まるで戦だよ。行こう、おばさん。船長とお呼び。シャール類もっと低く飛びな。ママ、ゴリアテが動き始めた。このまま行くとあいつの弾幕に飛び込んじまう。出直しだ。あそこだ！シータがいる！何？どこだって？このまままっすぐ飛んで、小さな塔の上にいる。女は度胸だ。お前たち、援護しな。シータ！シータ、今行く。パズー！おばさん、もっと寄せて。あ！Eh!
後のチャンスだ。すり抜けながらかっさらえ。はい。あ、パズー行くよ。よーし。どけ。しまった。シーター。くそ、ゴリアテ、何をしてる。煙幕か。ムシか。ロボットはどうした。破壊しました。娘はあそこです。ん？何？何をぼやぼやしてる？火を消せ！追跡隊を組織しろ！聖なる光を失わない。ラピュタの位置を示している。将軍に伝えろ。予定通りラピュタに出発すると。いいなあ、信じられるか？あの子がママみたいになるんだぞ。お前の谷だ。まったく、とんでもない無駄足だったよ。ねえ、おばさん、僕たちを船に乗せてください。船長といいな。飛行石を持たないお前たちを乗せて何の得があるんだい。働きます。ラピュタの本当の姿をこの目で確かめたいんです。宝はいらないとか、ラピュタの正体を確かめるとか、海賊船に乗るには動機が不純だよ。ママ、連れてくの？変な真似したらすぐ海に叩き込むからね。うん、やったー！掃除洗濯しなくて済むぞ！皿洗いもだ！芋の皮むきもな！イヤッハーイ！ヒャッハーイ！お前、プディング作れるか？ええ、俺な、ミンスミートパイが好きなんだ。俺ね、なるべく、いい加減にしな。まったく、いつまで経っても子供なんだから、ね、ほんとにもう。うわ、あ、降りな。うわ、あ、キレだ。この船、キレが張ってある。壊すんじゃないよ。お、ぐずぐずしねえで、狭いんだから。早くしな、こっちだよ。ぐずは嫌いだよ。お前はこっち。もう、パズ！取って食いやしないよ、おいで。遊びに来たんじゃねえんだからな。すごいエンジンだね。どこ行っちゃったのかな。じっちゃん！じっちゃん！お、んじっちゃん、ほら、欲しがってた助手だ。でっけえ声出すな。聞こえとるわい。行けよ。ママより怖いんだ。気ぃつけろ。狭くて手が入らん。あ、このパッキンだね。名前は、パズ。ほとんど真東だね、飛行石の光が差したのは。間違いないだろうね。私のいた塔から日の出が見えました。今は最後の草刈りの季節だから、日の出は真東よりちょっと南へ動いています。光は日の出た丘の左端を指したから。いい答えだ。そっちはどうだい？うんともすんとも言わねえです。無線封鎖して行方をくらます気だね。まあまあ、ゴリアテの方が足が速いよ。どうするの？あたしらやつの風上にいるんだ。貿易風を捕まえれば。こりゃね、東洋の計算機だよ。風力が10と、なんとかなりそうだ。みんな、よーくお聞き。ゴリアテはすでにラピュタへ出発した。本船はこれより追跡を開始する。風を捕まえれば、明日には接触できるはずだ。奴を最初に見つけた者に、金貨10枚を出すよ。10枚？ラピュタがどんな島だろうか、真っ当な海賊を慰めてくれる財宝ぐらいあるはずだ。さあみんな、しっかり稼ぎな。それ進路98、速力40。そのなりじゃ何にもできやしない。これを着な。いや、お前の持ち場だよ。いい。食事は1日に5回だ。
水は節約するんだよ。おお、あ、え、あ、このバカども、さっさと仕事をしないか。はい。ごめんなさい。ご飯、まだなんです。飛行船の台所って初めてで。あの、何か？いい。え？いえ、暇だからなんか手伝おうかななんて。まあ、ありがとう。じゃあ、そのお皿しまってくださる？お安いご。おめえ、さっき腹が痛いって。俺暇なんだ。何か手伝おう。あれ？おう。だけよ、もう。せめえな、もう。こっちは満タンなんだ。何を払いただ、この野郎。よ、なんか手伝おう。おう、おう、おう。ドーラも変わったね。ゴリアテなんぞに手は出すとはよ。勝ち目はねえぜ。ラピュタの宝だ。無理もするさ。確かにいい子だよ、あの二人はな。何が言いたいのさ、このクソジジイ。肩着に肩入れしてもよ。尊敬はしてくれねえんぜって。なんだって？いいや、ほら。大手だな。これうまいや、うまいうまい、たまんねえ、うまいうまいね。あの、おかわりあるから。うん。あ、はい。おかわり、おかわり、おかわり。おい。起きろ。到着の時間だ。持ってけ。寒いぞ。見張り？ああ。寒い。お前上だ。うん。交代だよ。ありげてあ、シータ！眠れないの？うん、あったかい。シータを後ろ見張って。うん。パス。うん。私怖くてたまらないの。本当はラピュタなんかちっとも行きたくない。ゴリアテなんか見つからなければいいのにと思ってる。じゃあ、ううん、光の指した方向は本当。でもあのロボットのこと？かわいそうだったね。うん。おばあさんに教わったまじないで、あんなことが起こるなんて。私、他にもたくさんおまじない教わったわ。物探しや、病気を治すのや、絶対使っちゃいけない言葉だってあるの。使っちゃいけない言葉？滅びのまじない。いいまじないに力を与えるには、悪い言葉も知らなければいけないって。でも、決して使うなって。教わったとき、怖くて眠れなかった。あの石は外へ出しちゃいけないものだったのよ。だからいつも暖炉の穴に隠してあって、結婚式にしかつけなかったんだわ。お母さんもおばあさんもおばあさんのおばあさんもみんなそうしてきたんだもの。あんな石早く捨ててしまえばよかった。ううん、違うよ。あの石のおかげで僕はシータに会えたんだもの。石を捨てたってラピュタはなくならないよ。飛行機械がどんどん進歩してるから、いつか誰かに見つかっちゃう。まだどうしたらいいかわからないけど、本当にラピュタが恐ろしい島ならムスカみたいな連中に渡しちゃいけないんだ。それに今逃げ出したらずっと追われることになっちゃうもの。でも私のためにパズーを海賊にしたくない。僕は海賊にはならないよ。ドーラだってわかってくれるさ。見かけよりいい人だもの。全部片付いたらきっとゴンドラへ送っていってあげる。見たいんだ、
シータの生まれた古い家や谷や役たちを。はぁ、あ、タズ。なんだあれ、船の下、ほら、あれ、ゴリアテだ、真下にいるぞ。おもかじ逃げろ。ムスカ、なぜおわん、逃がして厄介だぞ。雲の上では無駄骨です。ぬ、手は打ちます。どうせ奴らは遠くへは逃げません。後悔は極めて順調ですよ。予想より進路が北だった。パズ、時間がない。よく聞きな。ゴリアテに振り切られたらおしまいだ。お前は目がいい。見張り台だけ雲から出して追跡する。どうすればいいの？その見張り台はタコになる。中にハンドルがあるだろう。あった！時計回しに回しな。フックがかかったら上のハンドルを回せば翼が開く。開いたらワイヤーを張りな。操縦は体で覚えるんだ。シータ、そこにいるね。はい。お前は戻っておいで。なぜ？なぜってお前は女の子だよ。あら、おばさまも女よ。それに私、山育ちで目はいいの。シータ、お願い。パズーもそうしろって。はっはっは、上がったら電線管は使えないよ。中に電話があるから、電話ってこれね、おばさま。すんげえ。はい、やってみます。あげてください。行くよ。いないわ。雲の中へ潜ってるんだ。油断するんじゃない。前にいるとは限らないよ。はい。ああ、ああ、キャッ！しっかり捕まって、どうしたんだ？突風です。大丈夫。ちょっと煽られただけです。はい。見張りを続けます。怖い？うん。やり方が分かってきたよ。少し荒れそうだ。シータ、僕のカバンから紐を出して。ええ。そいつで僕とシータを縛って。はい。水銀柱がどんどん下がってるよ、ママ。ついてないね、こんな時にしけるなんて。夜明けまでは。あと1時間。夜が明ける。パズ、おかしいわ。夜明けが横から来るなんて。そうか、僕らは東へ進んでいるはずなんだ。ブリッジ！え？北へ向かってるって？コンパスは東を指してるよ。風が変わったんだ。流されて進路が狂っちまった。見てあれ！どうしたんだい？ゴリアテかい？雲です！ものすごく大きな！雲？こっちへ近づいてくるわ！空の城だ。そいつは低気圧の中心だ。風に船を立てな。全速力。引きずり込まれるよ。どんどん引き寄せられてます。踏ん張りな。収容はできない。ふわあ。火事が動かねえ。いつものクソ力はどうしたんだい。エンジンが燃えちまうよ。泣き言なんか聞きたかないね。なんとかした。雲から出るよ。シータ、海だ。竜の巣だ。竜の巣？これが、父さんの言った通りだ。向こうは逆に風が吹いている。すぐそこに風の壁があるよ。ママ、ダメだ。吸い込まれる。男が簡単に諦めるんじゃないよ。ブリッジ、ラピュタはこの中だ。なんだって？父さんは竜の巣の中でラピュタを見たんだ。バカな。入った途端にバラバラにされちまうよ。タズ、あそこ。このクソ忙しい時に。行こう、おばさん。父さんの行った道だ。父さんは帰ってきたよ。よし、行こう、竜の巣へ。はっ。はん、な、やったぞ。本館も危険です。退します。このまま進め。はあ。光は常に雲の渦の中心を指している。ラピュタは嵐の中にいる。聞こえないのか？このまま進むんだ。必ず入り口はある。行くよ、シータ。え？
シータ、シータ、大丈夫？見て。ラピュタ。うん。ごめん。待って。うんときつく結んじゃったの。手が震えて。出迎えかな。でも私飛行石持ってないわ。ナイフで切ろう。何をする。待って、お願い、それを壊さないで。それがないと帰れなくなるの。ひたきの巣だわ。このためによかった、卵が割れてなくて。人を怖がらないね。おいでって言葉がわかるの？そんな気がするだけ。はあ、うわあ、はあ、町だ。建物の中のはずなのに。はシータ、あの空、立派な町だったんだ。科学もずっと進んでいたのに、どうして。お墓だね。掘ってある字が読めるといいんだけど。花が備えてある。あなたがしてくれてるの。あ、パズ、さっきのロボットじゃない。ずっと前に壊れたんだ。あ、きっと園庭のロボットなんだ。人がいなくなってからもずっとここを守ってたんだね。お墓に備える花を摘んできてくれたの。ありがとう。君、一人ぼっちなの？ここにはもう他のロボットはいないのかい？ちっとも寂しくないみたいだね。友達もいるし、ひたきの巣を見回ったりもしなきゃならないし。裏側崩れてたんだ。タイガーモス号がやられてる。おばさまたち大丈夫かしら。シータ、あそこ。あ、みんな捕まってるわ。海賊はすぐ縛り首だ。助けなきゃ。行こう。町への突入口が開きました。うん、ご覧ください、中は宝の山です。すんげえ。どうだ、欲しいか。お前らにはたっぷり縄をくれてやるわい。本国にラピュタ発見の報告をしたか。これからです。せいぜい難しい暗号を組むんだな。ほらー、猫ババするな。バカどもにはちょうどいい目くらましだ。すごい木のね。シータは木登り平気だよね。いけそうだ。うわ、うわ、うわ、ひどいことするな。あの人たちが上の庭へ行ったら。シータ、飛行石を取り戻そう。え？ここを奴らから守るにはそれしかないよ。なぜ雲が晴れたのか気になってたんだ。こんな風にならなければ奴らは上陸できなかったはずなんだ。私のおまじないのせい。ムスカの言った封印が解けたってこれなんだよ、きっと。もうこの城は眠りから覚めてるんだ。嵐に乗って飛行石を持つ者を迎えに来たんだよ。このままではムスカが王になってしまう。略奪よりもっとひどいことが始まるよ。でも飛行石を取り戻したって私どうしたらよいか。あの言葉。あの言葉って
滅びの、まさか。はっ。下から回れる。先に飛ぶよ。うん。この辺りだ。神様、これだ。うわあ、あの小僧だ。うわ、しまった。撃つな。捕らえろ。うわ、これはこれは王女様ではないか。シエタ！くそ、うわ！大佐、何事ですか？海賊の残りだ。もう一匹、その足元に隠れているぞ。はっ、探せ！う、シエタ！待ってろ！大佐！ああ、手投げ縄を持ってこい。パズーたちかな？の、何？は、へ、うん、違う！将軍閣下はあちらです。衛兵、集まれ！急げ！おばさん、シータが捕まったんだ。僕は助けに行く。縄を切るから逃げて。うまく逃げてね。これ、お待ち。持っていきな。ありがとう。急に男になったね。んだと、ムスカが無線機を全部ぶっ壊しただと。はっ、艦内が手薄になった隙を突かれました。当直の兵数名が重傷です。大佐は下部の黒い半球体の中です。兵が目撃しました。青2歳目、本性を表しよったな。兵を集めろ、スパイ狩りだ。招待集まれ。こら、早くしろ。抵抗する場合は射殺して構わん。入り口を探せ。大佐、ここは一体？ラピュタの中枢だ。上の城などガラクタに過ぎん。ラピュタの科学はすべてここに結晶しているのだ。お前たちはここで待て。あ、大佐、大佐！ここから先は王族しか入れない聖域なのだ。なんだこれは、木の根がこんなところまで。一段落したらすべて焼き払ってやる。来たまえ、こっちだ。くそ、あった、これだ。ここもか。あ、くそ、あった。見たまえ、この巨大な飛行石よ。これこそラピュタの力の根源なのだ。素晴らしい。700年もの間王の帰りを待っていたのだ。700年？君の一族はそんなことも忘れてしまったのかね。黒い石だ。伝承の通りだ。読める、読めるぞ。あなたは一体誰？私も古い秘密の名前を持っているんだよ。ルシーだ。私の名はロムスカ・パロ・ウル・ラピュタ。君の一族と私の一族はもともと一つの王家だったのだ。地上に降りた時二つに分かれたがね。ひび一つ入ってないぞ。ただの石じゃないな。爆薬をありったけ仕掛けろ。閣下、そんなことをせずとも入れますよ。ムスカ、どこにいる？うわ、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 さあ、何をためらうのです。中へお進みください、閣下。えい、来い！閣下に続け！そりゃー！続け！なんだここは？息子、出てこい！お静かに。おお、何度までだ。
言葉を慎みたまえ。君はラピュタ王の前にいるのだ。貴様、正気か？これから王国の復活を祝って、諸君にラピュタの力を見せてやろうと思ってね。シタ！見せてあげよう。ラピュタの雷槌よ。シタ！旧約聖書にある、ソドムとゴモラを滅ぼした天の火だよ。ラーマヤーナでは、インドラの矢とも伝えているがね。全世界は、再びラピュタのもとにひれ伏すことになるだろう。素晴らしい、ムスカ君。君は英雄だ。大変な功績だ。君のアホ面には心底うんざりさせられる。はっ！あ、死ねえ！うわぁ！うわぁ！うわぁ！あの化け物だ。いっぱいいるなぁ。みんな、逃げるよ。あ、はい。フラッターを調べな。ママ、飛べるよ。早く逃げようよ。静かに声を立てるんじゃないよ。何をグズグズしてるんだ、あの二人は。置いてっちまえよ。私をあまり怒らせない方がいいぞ。当分二人っきりでここに住むのだからな。さっさと逃げればいいものを。私と戦うつもりか。素晴らしい。最高のショーだと思わんかね。は、見ろ。人がゴミのようだ。は、何をする？あ！くそ。返したまえ。いい子だから。さあ。お願い、開いて！どこへ行こうというのかね。開いて！シーター石を大事に持ってろ。小娘の命と引き換えだ。だて、鬼ごっこは終わりだ。終点が玉座の的は上出来じゃないか。ここへ来い。これが玉座ですって。ここはお墓よ。あなたと私の。国が滅びたのに王だけ生きてるなんて滑稽だわ。あなたに石は渡さない。あなたはここから出ることもできずに私と死ぬの。今はラピュタがなぜ滅びたのか私よくわかる。ゴンドアの谷の歌にあるもの、土に根を下ろし風と共に生きよう。種と共に冬を越え鳥と共に春を歌おう。どんなに恐ろしい武器を持っても、たくさんのかわいそうなロボットを操っても、
土から離れては生きられないのよ。ラピュタを滅びぬ。何度でも蘇るさ。ラピュタの力こそ人類の夢だからだ。次は耳だ。ひざまずけ。井戸地越えをしろ。小僧から石を取り戻せ。待てー、石は隠した。シータを撃ってみろ。石は戻らないぞ。近づいちゃダメ。この人はどうせ私たちを殺す気よ。小僧、娘の命と引き換えだ。石のありかを言え。それともその大砲で私と勝負するかね。シータと二人きりで話がしたい。来ちゃダメ。石を捨てて逃げて。三分間待ってやる。パズ、シータ、落ち着いてよく聞くんだ。あの言葉を教えて。僕も一緒に言う。僕の左手に手を乗せて。おばさんたちの縄は切ったよ。時間だ。答えを聞こう。ん？バレス！キャッ！うわぁ！あっか！は、あっか！目が！目が！ママ、崩れるよ。仕方ない。脱出、急ぎな。早く！ママ、見て、釜の底が抜ける。シータ、いい子だったのに。滅びの言葉を使ったんだ。あの子たちは、バカどもからラピュタを守ったんだよ。はぁ？ん？崩れが止まった。飛行石だ。とびっきりでかいやつだよ。登っていく。木だ！あの木がみんな持ってっちまう。大軍だ。重い！みんな降りな。そんな無茶な。シータ。まず。ま、木の根が僕たちを守ってくれたんだ。ワイヤーを張れば大丈夫だ。行くよ。何してるんだい。ちっとも登らないじゃないか。無理だよ。こんなに乗ってるんだもの。シータだ。シータだ。生きてら。小僧だ。おい。おい。おばさま。よく生きてたね。みんな。無事だった？無事なもんかい。わしの可愛いボロ船が、と。メソメソするんじゃないよ。もっといい船作りゃいいんだ。かわいそうに。髪の毛を切られる方がよっぽど辛いさ。おばさま、痛い。ごめんよ。情けないじゃないか。散々苦労してこれっぱかしさ。にひひひひひひ。何しろ時間がなくてよ。